どうもシュガーソルトです。ということでですね、はい、タイトルにある通りついに始めてしまいました。始めました。付き合ってきて3年、うん、長いようで短いようなね、3年間でしたけれども、ようやくですね、僕たちにもその時が訪れたということで。時が来たってことですね。はい、はい、僕たちシュガーソルト同棲を始めました。いや、ついにですよ。ついに始めた。これね、まあ、もしかしたら、同棲してなかったのっていう人もね、うん、結構いると思う。あると思う。なんですけど、うん、まあ、僕たちの動画をね、昔からよく見てくれてる人は、まあ、知ってると思うんですよ、うん。実は僕たち同棲してなくて、互いの家を行き来してね、うん、今までやってきたんですけど、うん、まあ、今回ついに同棲を始めましたということでね。ちなみに彼氏は同棲の経験はありますか？ありません。ないですか？もしは経験はありますか？いや、ないです。はい。ということは、私がカーシーの初めてを奪ったっていうことやな。奪った？あなたも初めてなんですよね。そうです。奪ったっていうかは分かりませんけど。奪い合い。奪い合いです。奪い合いな恋愛です。やったー！今日の動画はね、うん、同棲を始めましたっていう報告と、まあ、同棲するにあたって、うん、まあ、いろいろね、こう必要なものだったりとか、うんうん、いろいろ買ったものもあるので、まあ、そういうのもね、紹介しながらルームツアーをしていこうと思います、うん、はい。じゃあまず1個ね、うん、ルームツアーに行く前に話さなきゃいけないことがありまして、うん、実はね、今住んでるこの家、うん、同棲を始めたこの家なんですけど、うん、こちらの家ね、うんうん、実はね、ももちゃんが前から住んでた家なんですよね。そうまあ、これもね、もしかしたら気づいてる人もいるかもしれない、うん、この背景で。そう、よく撮影で映ってた部屋です。そうです。だからももちゃんがもともと住んでた家の、まあ、家賃をこれから2人で払っていくよっていうことですね。はい、ということです、はい。まあね、そこいろいろね、本当はあるんですけど、うん、まあね、全部話すと長くなっちゃうんで、うん、動画ではちょっと割愛で。割愛で、はい。まあ、実は動画撮ってるよりもう1週間2週間弱ぐらいかな、うん、実は同棲はもう始めてて、うんうん、まあ、いろいろね、こう荷物を移動させたりとか、うん、っていう時間があったんで、うん、ちょっと撮影するの遅くなっちゃったんですけど、うん、まあ、実はね、同棲してからはもう2週間弱経ってますよと、うん、いうことで、うん、どうですか？なんかそんなに大きく変わったわけじゃないけど、うん、やっぱ個人的には心の持ちようが変わりました。あー、なるほどね。やっぱなんかカーシーと住んでるからちゃんとしないとなってちょっとしたら怒られるから俺がすぐ怒るやつみたいになるやん、やめろまあ僕がちょっとね、結構几帳面なタイプなんですよね。私も几帳面なんですけどね。もうその几帳面加減がちょっとね、僕の方が上なんで。どう越しすぎた几帳面そんなことはないよ。まあでもね、もう、まあ、そのおかげで私もやっぱ綺麗を保とうって思えるから、それはいいことなんですけどね。まあ、こう2人の新居として掃除とかめっちゃしたじゃん、最初だから。しただから、それをやっぱ保ちたいっていう意識がまあすごいあるから。ちょっと待ってよ、掃除したって言ったらモーが掃除してなかったみたいになっちゃうからさ。いや、いや、してなかったじゃないですか。違うよ、すごいもうね、ほこりの玉みたいなのがいっぱいあー、ひどい。本当にみんな勘違いしないでください。一人で洗えなかったところを一緒に洗ってもらったっていう感じですよ。もう本当にね、年末の大掃除ぐらいの大掃除をしてめちゃくちゃ綺麗になったよね、本当に。そう、まあでも、まあ、物を動かしたりとかもしたからね、うんうんうん、それはもちろんほこりは出ますよ。うん、まあ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 、そんなコーナーがありまして、まあ、住める状態になりましたね。はい、なりました。でも俺も、うん、ももちゃんが言ってたのとやっぱ同じようなことだよね。やっぱりやっぱ同棲してるってことはさ、もう俺とももちゃんしかいないわけじゃん、うん、俺とももちゃんどっちかがやらなかったら、うん、もう一生やらないまんまなわけよ。まあ当たり前だけどね、同棲ってそういうことだから、うんうん、まあ、だからなんかこう、もうやるしかないみたいな。やんないと汚くなっちゃうから、うん、几帳面なのかなって思う、自分でも。いいことなんだけどな。じゃあ別にいいことなんだよ、うん、いいことなんだけど、なんかまあ気になっちゃうんだよね、本当に、うんうん、嫌なの、すごい。でも私はカーシーが掃除してるのとか、そういうなんかやってるの見たら、あ、なんかしなきゃって思っちゃう思ってる、結構。まあでも別に僕が好きでやってることなんで、それは。じゃあこれからもよろしくお願いします。はい、もっと思いますね、ちょっとはい、じゃあね、うん、ちょっと話が長くなっちゃったんですけど、肝心のルームツアーの方に移っていきたいと思います。まあ僕たちシュガーソルトの愛の巣を皆さんにね、お見せしていこうかなと思います。お見せしちゃうんですか？お見せしちゃいます。ラッキーだな、上からですよじゃあ早速紹介していきましょうか。はい、レッツールームツアー。
じゃあまずはね、うん、まあ、今座ってたこの場所、うん、まあ、僕らがご飯食べたりとか編集したりとかする場所ですね。そうです、うん、ここで基本的には、ここでね、僕たちが新しく買ったものが、うん、このももちゃんの後ろにあるこちらの棚ですね。見えますか？これ結構背の高い棚なんですよね。そう、私がこのぐらいで棚はこのくらい分かりづらこちらの棚ですね、IKEA で購入いたしました。これ組み立てがね、すっごい大変だったんですよね。すこぶる大変でした、この組み立て。そう、何時間くらい？何時間くらいじゃない、3時間かかったから、はい、私はほとんど何もやってないです、はい、僕と僕の親父に手伝ってもらって3時間かけて組んだ棚がこちらになっております。そしてね、うん、この棚に置いてあるものをね、はい、この度購入したものもあるので紹介しましょうか。はい、はい、これは IKEA で購入した観葉植物かっこ増加になっておりますいいですよね、やっぱり。いい、ね、緑があるだけでね、やっぱりあの部屋が鮮やかになりますから、はい、僕好きなんですよね、はい、植物もどき。実家で育ててたんだけど枯らしました。やめろ、実家寒すぎて無理だったじゃあ次、はい、こちら白のディフューザーです。はい、これがね、いい匂いなんですよね。ホワイトリリー、リリーかな、ホワイトリリー。ディフューザー置きたいよねということでね、はい、ディフューザー買っちゃいました。あまりにもカーシーが臭すぎてもうやめろなんてこと言うねやっぱりね、匂いがいいだけで清潔感が出ます。いや本当にそうね、うん、じゃあ次下行きます。はい、はい、こちら香水たちです。これもシンプルに僕たちが使っている香水の置き場がなかったんで、もうインテリアとして置いちゃおうよって感じでしたね。これは私がカーシの誕生日の時にあげた香水ですね。マルジェラの香水と、ももちゃんが使っているこちらシャネルのチャンスですね。いや、実はこれあの2日前ぐらいに買ったんですけど、はい、ついにシャネルの女になってしまったかなと思ってますいい匂いだよねこれね。いい匂い、一生大事にします、うん、シャネルでも人気のシリーズだそうですね、うん、いい匂いです。いい匂いだった。はい、はい、まあ、あとこの棚はね、普通にまあ、はい、いろんなストックだったりとかね、ティッシュとかのそういうものを入れてます。はい、主のメイク道具もあります。はい、ここはこんな感じです。じゃあ続いていきましょうか。はい、ということで、うん、続いてここが僕らのいわゆるリビングみたいなスペースですね。はい、このソファーね、うん、あの前から使ってるソファーでございま す, そうです。結構動画にも登場してたんで、うん、まあね、見覚えのある人が多いと思いますけど、うん、テーブルも前からですね。そうだね、よくあのモッパンとかで出てきてたよね。そうだね、うん、まあ、あんまりそこに着目してる人はいないと思う確かに。新しく買ったのはこちらのテレビ台ですね。じゃーん、基本的にね、家具はね、白で統一しようって話になったんだよね。そ う, そう、まあ、カーテンとかも今ちょっと黄色いんですけど、そう、これはもうあの買ったんで近々変わる予定です。そうなんですよ、カーテンはね、ちょっと届いてないくってまだ、うんうん、そしてですね、うん、ももちゃんが、うん、どうしてもこれだけは譲れません、はい、これだけはここに置いてますっていうものが、ね、あるんで、そちらを紹介したいと思います。はい、はいはい、ということでこちらが私の宝物コーナーになっております。じゃーん、どうだ、すごいだろ自慢げで草。ここにはバンタンの数々のアルバム、数々の DVD、 数々のグッズが収納されております。はい、はい、ちょっとあの色がここだけ違うんですけど全部まとめました。すごくないこれ、うん、メルカリで売ります。ダメです。え、そんなことしたらダメです。え、そんなことをしたらカーシーをメルカリで売るからな。私もう昔からのアルバム全部揃えてるんで、ここにないものはないっていうぐらい全部今収まってる状態で。へえ、そうなんだ。そう、実家にあるものもあるかな。じゃあこちらですね、うん、全部まとめて2万円で、メルカリで販売したいと思います。だから、え、ダメでって、ダメでってダメでってってなんだよ。ダメだって。こんな感じで私の宝物コーナーでした。はい、ありがとうございました。はい、はい、ということで、うん、ここで一つ新たな報告がございます。はい、僕たちシュガーソルトの家に家族が増えました。はい、うわ、なかなか道を開けてくれなくてですね、うん、そこにずっと立ち塞がっていたんですけど、うん、まあ、やっとの思いで戦って捕まえました。うんうん、はい、見てください、こちらカビゴンです。いや、マジでカビゴンなんよ。カビゴンです。カビゴン。はい、ということでね、まあ、そんな茶番は置いといて、うん、まあ、これヨギボーなんですよね。はい。いや、買っちゃいましたよね、憧れのヨギボー。うん。結構2人でヨギボー屋さん、ヨギボー屋さんまあ、2人であのヨギボーショップに行って、うん、まあね、いろんなヨギボーにこう座ってね、うん、このね、確かヨギボーバブルだったと思うんですよね、これの名前。うん。
がね一番2人で座った時に、うん、あこれいいねってなって、うん、これね購入しました。はい、僕らの中ではもうカビゴンと呼ばれてます。そうです、もうまんまカビゴンでしょ、この色味が。カビゴンでる。ということで僕らの新しいペットカビゴンでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でね、はい、ちょっと後ろに見切れてると思うんですけど、うん、こちらの段ボール、はい、こちらね、はい、前回のねライブを見てくれた方は分かると思うんですけど、シュガソルフェスのね限定オリジナル T シャツが完成しました。イエーイ。ただですね、ライブの方でも取材させていただいたんですけれども、うん、表面、無地T です。はい、こちらに関しては裏にプリントとか表にプリントとか言ってなかったんで、はい、まあ、そういうものなのかなって感じだと思うんですけど、はい、まあ、僕ら完全に表にプリントが入るっていう予定でね、うん、T シャツ作成してたんですけど、はい、こちらちょっと手違いで、手違いで、はい、裏になってしまいましたということでね、はい、申し訳ございません、はい、すいませんでした。そして、こちらのプリント見ていただけると、はい、間違いが2点ございます、はい、こちら10万という数字の点を打つ箇所、はい、これ1本間違ってます、はい、これじゃ10万読みづらいです。そしてもう1点、この下に書いてあるシュガーソルトというシュガーの文字のスペルミスしております、はい、本来は SUGAR でシュガーでございます、はい、申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございませんでした。私2人でねシュガーソルト活動してて、はい、まあ、あんまりねこうどっちかのせいだとかそういうことは言いたくないんですけれども、はい、まあ、この T シャツのデザイン担当、はい、これももちゃん、これ10万書いたのもももちゃん、シュガーソルトの文字書いたのもももちゃん、このデザインをね、まあ、業者の方に送って、まあ、ここにプリント入れてください、そういう打ち合わせ、業者とのやり取り、発注、これ誰がやってたか、これももちゃん。でも別にももちゃんのせいだなんて言いません。僕が確認さえしていればちゃんとデザインもよーく見て確認さえ僕がしていればこんなことにはなりませんでした。ももちゃんは何にも悪くないんです。僕が悪いんです。本当にすいません。いや皆さん違う違う違う、申し訳ございませんでした。気まずい気まずい。いや私が悪いんだよ完全に。これは完全に私のミスです。本当に本当に皆さんすいません。あの数字のところに関しては自分たちで気づきませんでした。この前のライブで気づくっていうね。そうすいませんでした。本当に本当にすいませんでした。本当にすいませんでした。でもねこの間違い探し T シャツ、うん、せっかくなのでねやっぱシュガソルフェス参加してくれたみんなの中から30名様に送らせていただきたいので、はい、まあねちょっと前が寂しすぎるということで、うん、ちょっと僕らのサインをね、うん、30枚全部に、はい、書かせていただいて、はい、それを10月10日以降、うん、シュガソルフェス当選者の方にね、うん、順次発送したいと思ってるので、はい、ご了承のほどよろしくお願いいたします。お願いします。ももちゃんが頑張って書いたんで許してあげてください。そうだよ、僕の確認不足もあります。申し訳ございませんでした。そうです本当に。そうです本当に。じゃあ続いていきますよ。いきますか、はい、最後はね、うん、僕らのベッドルームを紹介したいと思います。はい、ということでここが私たちのベッドルームになっております。はい、はい、じゃーん、この純白に輝くベッド。輝いてはない。そして謎の青と赤のカーテン。やめてよ。やめて。ももちゃんは一体どんなセンスをしていたのでしょうか。ひどい。実はこのカーテンもちょっとまだね頼んでて届いてないということで変わるんですけど、うん、まあね、あの前の部屋がねちょっとなんかエキセントリックな部屋だったのでこんな感じのカーテンになってるんですけど、このカーテンも白に変わります。はい、じゃあ一回寝てみましょうかね。これねダブルなんです。皆さんほらどうですか。どうですかって僕が聞くことであなたに聞かれても。そうだった。僕たちが聞きたいんですよね。どうですかは。どうですかって聞いて。どうですか。めっちゃ広い。しょうもなくベッド既存だわ。寝返りできる。まあ実はねこのベッド昨日届いたんだよね。なんですけど僕らねシーツをね買うの忘れて、ベッドパッドとダサい、マットレスむき出し状態っていうね。まあ今日か明日には届くんですけど、はい、今日寝たらもうね快適すぎて。快適だったと思う。だってモモのことこんな端っこまで追いやってたもん。自分こんなんなって寝てたからね。まあ私寝相いいんでね、モモはあんま動かないでしょ。そうだね、うん、僕寝返り打ちたい派なんだよね。ちょっとめっちゃ寝返り打つよね。はい、そして新たに購入したこちらタンスになっております。結構背が高いものになっております。148センチ。分かんない、忘れた。そのくらいだった気がする。まあ僕たちね、うん、やっぱり結構服好きで2人とも、うんうん、結構ね量もたくさんあるので、まあこれからねこのタンスにお世話になっていきたいと思います。はい
はい、ということで、はい、これにて僕たちのルームツアー終了となります。家自体は前と一緒なんで、まあ、物がねちょっと変わったよっていうぐらいなんですけど、うん、まあ、それでもやっぱりねこういろいろ新しいもの変えたりとか、もともとあった家具の配置変えたりするのってやっぱすごくテンション上がるよね、うん、気分転換にもなる、うん、これからはここが僕たちの愛の巣となりますから、はい、ここからはより一層2人で頑張っていきましょう、うんうん、はい、頑張ろう。ずっとね、うん、同棲したいって思ってたんで、うん、僕たち、うん、この同棲でね、まあ、2人の関係だったり、まあね、YouTube のことだったり、まあ、いろんなことがねプラスに働いて、うん、いい方向にね行くと思ってる、確信してますので、うん、はい、これからも2人仲良く力を合わせて頑張っていこうと思います、うん、はい、仲良く頑張っていくよ。頑張ろう頑張ろう。ということで今日も動画見てくれてありがとう。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。